さあ、そしてもう一丁、えー、羽生君について、いよいよギフトですね。京子さん、よろしくお願いします。ブ、え、君、ー、ギフト盛り上がってますね。うん。おばちゃんも準備できました。無事新幹線、明日乗ったら、羽生ワールドです。ところで、グッズ購入された方、確かスノードームってありませんでした。えー、おばあちゃん、購入待ち構えてるんですけど、えー、デザインが秘密なのか、忘れ去られているような、どうなったかご存知の方、ございませんか 何万人のユズリスト現場どうなるかキョロキョロするでうんはいスノードームありませんでしたかということですねうんこちらどういうことなんでしょうかアルキさんよろしくお願いしますカブ君こんばんは羽生譲るギフトチェ前夜祭です私も心はドームへ えー、明日行かれる皆様出発する前に荷物の確認とお金の確認をそしてスマホを忘れないよう、えー、ギフト行かれる方今日は眠れそうですかあまりの興奮に目がキラキラして寝不足になりませんように、うんねえー、しっかりと寝て、えー、しっかりと食べて明日は万全な体調でギフトを楽しんできてください、えー、先ほどギフトの、えー、ディズニープラスの CM をしてました、うん、あということですね、はいまあ、でも 皆さん、あの気持ちいい考慮しすぎて、忘れ物とか起こる可能性もあるので、えー、注意が必要ですよ。ムイピーさん、はい。うん。ありがとうございます。荷物はこれから詰めます。眠れるかどうかわかりません。目はキラキラじゃなくて、ギラギラしてますね。えアルキさんも、明日はライブ配信ですね。えー、これ、それ以外は、関西の旅を満喫してください。おいしいものもいっぱい食べてくださいね。ギフトは見逃し配信もありますからね。大丈夫、大丈夫。うん。 まあ落ち着き慌てずっとでもあの羽生選手が演じている時ってあのライブあの後で見れると思ってもソワソワしていますねうテ、ん、ラさんこんばんはカブくんこんばんは明日はいよいよギフト今日はイブということでちょっと良いお肉を焼いててワイワイ楽しんでいますえー、パ,パ,パパパパ 今日は夕飯が豪華だけど何の日と言っていましたが、えー、楽しいです。あまり飲みすぎないようにしなきゃ。うん。明日が楽しみですね。東京ドームのグッズ売り場には羽生選手の素敵な等身大パネルがいらっしゃるみたいですね。いいな、盛り上がっていますね。 私は娘とライブビューに行きますが、娘はボア,ボアブレゾン着用で参加です、うん。私はギフトグッズの白いバッグを持って、同じくグッズのキーホルダーをつけて参加です、うん。もう23時になりました。やばい、ギフトもうすぐです。いやーそうです、ね、もう多分この動画を見ているときは皆さん寝ている方も多いと思うんであので、ね、忘れ物なきようにということなんですが、うん まあ、寒いということで。そして、あとようさん、よろしくお願いします。かぶくん、こんばんは。娘がまだお風呂,お風呂から上がらないので、持っていくものを確認をしています。絶対入れ物 iPhone、スマホ、これないとドームに入れません。ここに新幹線のチケットも入れる、入ってる。うん、で、デレイビューイングのチケット、紙身分証明書、財布、金、金ですね。充電器、絶対入れるのはこれくらいかな。 泊まるんで、服、下着、うん、薬、私は、えー、大,お大事、多めにと、うん、で化粧品で、ボアブルゾン着て、ギフトトートバッグ、えー、中、膝掛け、フラグ、えー、あ、フラフラグですね、そして双眼鏡くらいかな、娘、早く上がってっていうね、うん、日本時間2月25日23時33分、うん、皆さん寝てますかね、あの、株君テレビにコメントしつつ、あの、しながらチェックすると、 ねあの、もしかすると忘れ物が減るかもしれませんね、コメントしながら。うん。えー、むいーさんどうもです。はい、ギフト当日になりました。まだ寝ておりません。え、ギフトの電子チケットが2月26日になりましたら、え、QR コード表示になりましたったんで、今見たらなってました。え、チケットが変わってましたということですよ。うん、チケットが変わったと。いよいよ道具に入れます。行ってきます。寝ます。うん、いや、行ってらっしゃいませ。ね。 QR コードに変わってたっていうことなんで、まあ、ちょっとあの勘違いされちゃう方もいる方もね、これちょっと注意が必要かなっていう気がしますね。うん、あのあでも、QR コード、ますます気持ちが高揚してきますね。うん そして、アーニャさん、よろしくお願いします。カブさん、こんばんは。今日は渋谷駅のギフトサイ,ネージあサイネージを見に行きました。結構ファンの人いましたよ。ドームの周りは昨年娘と行ったんで、それが下見になっていましたが、今日も行きました。JR 水道橋駅から行くと、左手の黄色いビルの大型ビジョンにちょうど羽生さん映ってましたが、 あまり立ち止まれない場所だったんでえ歩きながらはみましたドームの中に入るのは29年ぶりです、うん、羽生さんの生まれた年以来というあ本当なんですねうん、偶然え明日の成功いよるばかりです僕も東京ドームの中に1回も入ったことないですよえ乗ってスタラータ3月11日やっと当選しましたやはりああえおめでとうございますおめでとうございます、うん おめでとうございます。はい。えー、ということで、なんか当選の報告ですね。やれやれ、ちょうど東日本大震災の日です。えー、僕としてから会場に入りますと。うん。え、これ今日分かったということでしょうかこれは嬉しいですね。うん。これは嬉しいお話ですよ。 ちょっと見びっくりしました、今。はい。えっ、ー、と、ムイピー様、アーニャ様、はじめまして、無事のご到着、そして乗ってスタートのチケットゲット、良かったですね。うん、すごい絶好調ですね。東京の気温が気になります。仙台と比べたらなんてことないでしょうね。私はお昼頃の到着です。ギフト楽しみましょうね。うん、はい。という感じで皆さん、もう気持ちが高まっていますが、アーニャ様は、えっ、ー、と、これは東京ドームを行きつつ、あ 行きつつということなのかなあ。いでですよね。ってことはしかも乗ってスライドも当たったってことなんで2連続ですね。うん、おめでとうございます。はい。そしてハニープーさんよろしくお願いします。えー、ギフトああああドームでギフト新聞ム受け取る方は身分証を忘れずあということらしいですよ。うん、ギフト新聞受け取る方、身分証明書忘れずにということでございます。はい、結構大事なお話ですよね。 うん、そして寺様よろしくお願いします26日になりました、うん、本日ですねギフト当日です今日という晴れの日を健康で迎えることができて本当に良かったです羽生選手も怪我なく健康であると信じています あとは東京ドームで思いっきり自分が思い描くことを表現するだけです。世界中のファンが応援しています。え頑張れ、羽生選手。うん、楽しみですね。なんかベルギーまで伝わってきますね。この振動が伝わってきますね。うん。いや、ちょっと僕はこれからね、お庭の作業をしなければいけませんけども。うん。いや、で、ね、ほんとね、まあ、忘れずに、えー。今日はしっかりと寝て、えー、備えたいところですね。はい。うん。はい。というわけで、皆さん、ありがとうございました。これで以上になります。